150年前、明治という時代が始まったその瞬間を、山川健次郎は政府軍と戦う学校隊の一員として迎えました。しかし、明治政府は国の未来のために彼の能力を生かし、活躍のチャンスを開きました。国の力は人にあり、東京帝国大学の総長に登用された山川は、学生寮を作るなど、貧しい家庭の若者たちに学問の道を開くことに力を入れました。女性の教育も重視し、日本人初の女性博士の誕生を後押ししました。身分、生まれ、貧富の差にかかわらず、チャンスが与えられる、明治という新しい時代が育った数多の人材が、技術優位の欧米諸国が迫る、国難とも呼ぶべき危機の中で、我が国が急速に近代化を遂げる原動力となりました。今また日本は、少子高齢化という国難とも呼ぶべき危機に直面しています。この壁も必ずや乗り越えることができる。明治の先人たちに倣って、もう一度、あらゆる日本人にチャンスを作ることで、少子高齢化もきっと克服できる。今こそ新たな国づくりの時です。女性も男性も、お年寄りも若者も、障害や難病のある方も、すべての日本人がその可能性を存分に開花できる新しい時代を皆さん共に切り開いていこうではありませんか。働き方改革を断行いたします。子育て介護などさまざまな事情を抱える皆さんが意欲を持って働くことができる、誰もがその能力を発揮できる柔軟な労働制度へと抜本的に改革します。戦後の労働基準法制定以来70年ぶりの大改革であります。長年議論だけが繰り返されてきた同一労働同一賃金、いよいよ実践の時が来ました。雇用形態による不合理な待遇差を禁止し、非正規という言葉を国からこの国から一掃してまいります。所得税の諸控除を拡大する一方、サラリーマンなど特定のライフスタイルに限定した控除制度を見直すことで、働き方に左右されない税制へと改革します。我が国に染みついた長時間労働の慣行を打ち破ります。史上初めて労働界、経済界の合意のもとに、サブロク協定でも超えてはならない罰則付きの時間外労働の限度を設けます。専門性の高い仕事では、時間によらず成果で評価する制度を選択できるようにします。新たな働き方を開発すれば、大手に負けない戦い方ができる。若いベンチャー経営者が私に語ってくれました。テレワークや週3日勤務を積極的に導入することで、家庭の事情で大企業を辞めた優秀な人材を集めることに成功しています。働き方改革は社会政策にとどまるものではありません。成長戦略そのものであります。ワークライフバランスを確保することで、誰もが生きがいを感じて、その能力を思う存分発揮すれば、少子高齢化も克服できるはずであります。新しい時代を切り開く働き方改革を皆さん共に実現しようではありませんか。少子高齢化を克服するために、我が国の社会保障制度の改革を力強く進めていかなければなりません。来年10月に引き上げる予定の消費税財源を活用し、お年寄りも若者も安心できる全世代型の社会保障制度へと大きく転換してまいります。同時に財政健全化も確実に実現します。この夏までにプライマリーバランス黒字化の達成時期とその裏付けとなる具体的な計画をお示しいたします。現世代が抱える介護や子育ての不安を解消します。2020年代初頭までに50万人分の介護の受け皿を整備します。
4月から介護報酬を引き上げ、ロボットなどを活用して現場で働く皆さんの負担軽減、労働環境の改善に取り組みます。介護人材の確保に向けて処遇改善を進めます。すでに時効制限で月額4万7000円の改善を行いましたが、来年秋からはリーダー級の職員の皆さんを対象にさらに8万円相当の給与増を行えるような処遇改善を実現することで、他産業との賃金格差をなくしてまいります。保育施設についてもこの5年間で政権交代前の 2.5 倍以上のペースで当初の目標を上回る59万人分の受け皿を整備してまいりました。こうした中で子育て世代の女性の就業率は5ポイント上昇し、過去最高となりました。今や25歳以上のすべての世代で米国よりも高くなっています。女性活躍の旗を高く掲げ、引き続き待機児童の解消に全力で取り組みます。補正予算の活用に加え、経済界の拠出金負担を引き上げ、子育て安心プランを前倒しします。待機児童対策の主体である市区町村への支援を都道府県が中心となって強化します。2020年度までに32万人分の受け皿整備を目指し、来年度10万人分以上を整備いたします。これまで自公政権で保育士の皆さんの処遇を月額3万円相当改善し、さらに経験に応じて4万円の加算を行ってまいりました。これに加えて今年度月額3000円の処遇改善を実施します。来年もさらに3000円引き上げ、他産業との賃金格差を埋めることで保育士の確保に全力で取り組みます。これまで段階的に進めてきた幼児教育の無償化を2020年度を目指し一気に進めます。お約束した幼稚園、保育園、認定こども園に加え、無償化の対象について現場や関係者の皆様の声を踏まえ、この夏までに結論を出してまいります。格差の固定化は決してあってはならない。貧困の連鎖を断ち切らなければなりません。生活保護世帯の子どもたちへの支援を拡充します。公平性の観点から給付額を見直す一方、食事など生活習慣の改善、放課後の補習など子どもたちへのきめ細かな支援を充実します。大学に進学する際には住宅への扶助について現行制度を改め、給付水準を維持するとともに新生活に必要な費用を援助する新しい制度を創設します。本年より児童扶養手当の所得制限を引き上げ、50万を超える世帯で支給額を増やします。さらに来年からは支払い回数を年3回から6回に増やすことにより、ひとり親家庭の生活の安定を図ってまいります。児童養護施設で育った若者が先日、自分の夢を私に語ってくれました。自動車の完全自動運転を実践させたい。彼はこの春、学費免除と給付型の奨学金を得ることで、青山学院大学理工学部への進学が叶えました。春からは初めての土地で、耐える者もいない不安はありますが、皆様にいただいたチャンスを生かし、自分の夢に向かって全力を尽くします。子どもたちの誰もが夢に向かって頑張ることができる、これが当たり前となる社会を作ることは、私たち大人の責任であります。どんなに貧しい家庭に育った子どもたちでも、高校、高専にも、専修学校、大学にも進学できるチャンスを確保します。2020年度までに公立高校だけでなく、私立高校についても、現行の加算額を大きく引き上げることで、自主的な無償化を実践します。来年度から新たに1万7000人の大学生の授業料を減免します。昨年からスタートした、給
給付型奨学金についてもこの春から新たに2万人の子どもたちに支給します。その支給額を再来年4月からは学生生活を送るために必要な生活費が賄えるよう大幅に増やすとともに、住民税非課税世帯の意欲あるすべての子どもたちに支給します。授業料の減免措置も思い切って拡充いたします。これに準じる経済的に厳しい家庭の子どもたちにもしっかりと必要な支援を行います。これらの施策を通じて真に必要な子どもたちの高等教育無償化を実践します。大学の在り方もまた変わらなければなりません。社会のニーズにしっかりと応えられる人材を育成できるよう、学問追求のみならず人づくりにも意欲を燃やす大学に限って無償化の対象といたします。これらの高等教育無償化に向けた詳細な制度設計について夏までに結論を出してまいります。この春から道徳がすべての小学校で正式な教科となります。公共の精神や豊かな人間性を培い、子どもたち一人一人の個性を大切にする教育再生を進めてまいります。フリースクールの子どもたちへの支援を引き続き行います。いじめや発達障害などさまざまな事情で不登校となっている子どもたちが自信を持って学んでいけるよう環境を整えていきます。若い頃何らかの事情で学校に通えなかった皆さんには夜間中学での学びの場を提供してまいります。若宮雅子さんは80歳を過ぎてからコンピューターを学び、ゲームを開発、世界中から注目を集めました。人生100年時代、学齢期の教育だけでは不十分です。若宮さんはこう述べました。いくつになってもないでも学び直しと新たなチャレンジの機会を確保する、雇用保険制度も活用し、リカレント教育の抜本的な拡充を図ります。人生100年時代を見据えて教育の無償化、リカレント教育の充実など経済社会の在り方を大胆に改革していく、あらゆるそのチャンスがあふれる一億総括社会に向けて人づくり革命を皆さん共に進めていこうではありませんか。5年間のアベノミクスにより日本経済は足元で28年ぶりとなる7四半期連続プラス成長、4年連続の賃上げにより民主主導の力強い経済成長が実現し、デフレ脱却への道筋を確実に進んでいます。本年就職を希望する大学生の9割近くがすでに内定をもらって新年を迎えることができました。過去最高の内定率です。正社員の有効求人倍率も1倍を超え、正社員への転換が加速しています。他方、中小小規模事業者の皆さんは深刻な人手不足に直面しています。キャリアアップ助成金を拡充して人手確保を支援することと合わせ、生産性向上に向けた攻めの投資を力強く支援します。3年間で100万社の IT 導入を支援します。自治体の判断により固定資産税をゼロにする新たな制度をスタートします。積極的に取り組む自治体ではものづくり補助金や持続化補助金による支援を重点的に実施します。下請け取引の適正化に向け、製造業や小売流通などの分野で業界ごとの自主行動計画の策定を進めます。6万社を対象に改善状況の調査を行い、厳格な運用を確保することで取引条件の改善に努めてまいります。経営者の高齢化が進む中で事業承継税制を抜本的に拡充し、相続税を全額猶予といたします。合わせて中小小規模事業者の特許料を半減し、オンリーワンの技術やノウハウを守り、次世代に引き継いでいきます。中小小規模事業者の生産性向上を進めることで
賃金上昇、景気回復の波を全国津々浦々へと広げてまいります。明治時代、豊田佐吉は食器を作る小さな会社を立ち上げました。研究と創造に心を致し、常に時流に先んずべし、愛知に生まれた小規模事業者はその後、食器の自動化への挑戦、自動車の開発、次々と最先端のイノベーションにチャレンジすることで、世界に冠たる大企業へと成長しました。IoT、ロボット、人工知能、今世界中でソサイティ 5.0 に向かって、新たなイノベーションが次々と生まれています。この生産性革命への流れを先取りすることなくして、日本経済の未来はありません。2020年を大きな目標に、あらゆる政策手段を総動員してまいります。 3% 以上の賃上げを行い、積極的に投資を行う企業には法人税負担を 25% まで引き下げ、世界で十分に戦える環境を整えます。他方、収益が拡大しているにもかかわらず、投資に消極的な企業には研究開発減税など優遇税制の適用を停止します。生産性革命に向けた新法を制定します。規制のサンドボックス制度を創設し、既存の規制にとらわれることなく、企業が革新的なサービスやビジネスモデルにチャレンジできる環境を整えます。革新的なイノベーションに挑戦する企業には、思い切って法人税負担を 20% まで軽減します。コーポレートガバナンス改革も行い、生産性革命に向けた果断な経営判断を後押ししてまいります。イノベーションの拠点となる大学の改革を進めます。経営と研究の分離によるガバナンス改革を支援します。民間資金を積極的に取り込む大学に支援を重点化し、政策支援を若手研究者へと大きくシフトします。統合的かつ具体的なイノベーション戦略を夏までに策定し、速やかに実行に移してまいります。行政また生産性向上に向けて努力を進めていかなければなりません。社会保障などにかかる申請手続きを大胆に簡素化し、法人の設立登記はオンラインで24時間以内に完了するようにします。あらゆる電子申請において添付書類ゼロを実践します。公文書管理の透明性を高めながら、行政事業レビューを徹底的に実施し、行政改革を不断に進めてまいります。 PFI 法を改正し、運営の自由度をさらに高めることで、民間のノウハウや資金を活用した公共インフラの充実、サービスの向上につなげます。新たなイノベーションを生み出す規制制度改革を大胆に進めます。ビッグデータ時代に対応し、行政が保有するさまざまなデータから新たな付加価値を生み出すため、公開・民間開放を原則とします。通信と放送が融合する中で、国民の共有財産である電波の有効利用に向けて大胆な改革を進めてまいります。戦後以来の林業改革に挑戦します。豊富な森林資源を有する我が国の林業には大きな成長の可能性があります。森林バンクを創設します。意欲と能力のある経営者に森林を集約し、大規模化を進めます。その他の森林も市町村が管理を行うことで、国土を保全し、美しい山々を次世代に引き渡してまいります。我が国を取り巻く広大な海にも豊かな恵みがあります。漁獲量による資源管理を導入し、漁業者による生産性向上への創意工夫を生かします。養殖業へ新規参入が容易となるよう、海面の利用制度の改革を行います。水産業改革に向けた工程表を策定し、速やかに実行に移してまいります。すべての食品事業者に国際的なスタンダードに基づく衛生管理を義務づけ、おいしい日本の農水産物の世界展開を力強く後押しします。攻めの農政によって、
農林水産物の輸出は5年連続で過去最高を更新するペースです。生産農業所得は直近で3兆8000億円となり、過去18年で最も高い水準となっています。40代以下の若手新規就農者は統計開始以来初めて3年連続で2万人を超えました。農林水産業全般にわたって改革を力強く進めることで、若者が夢や希望を持てる農業、林業、そして水産業、農林水産新時代を皆さん共に築いていこうではありませんか。ナスの生産性で日本一を誇る高知県、ナス農家では新たな農法を実践することで生産性を2まで向上しました。これを可能としたのは、県と高知大学が長年取り組んできた湿度や CO2 などを厳密に管理する技術です。オランダと協力し、世界レベルの園芸農業研究を行う高知大学には、フィリピンやケニアなど世界中から学生が集まり、日本人学生の9割は県外からやってきます。地方への若者の流れを生み出す先端科学、観光、農業など特定の分野で世界レベルの研究を行うキラリと光る地方大学づくりを新たな交付金により応援します。学びの場としても、そして働く場としても、若者が地方にこそチャンスがあると飛び込んでいける、こうした地方創生を進めてまいります。高知大学で食品ビジネスを学んだ安岡千春さんは、日高村で栽培されたトマトを使ってソースやジャムの商品開発に挑みました。今や全国から注文が集まり、年間1000万円以上売り上げる人気商品、特産品のトマトが新しい付加価値を生み、日高村の新たな活力につながっています。地方の皆さんの創意工夫や熱意を1000億円の地方創生交付金により引き続き応援します。社会保障分野においても、地方独自の取り組みを後押しするため、都市に偏りがちな地方消費税を人口を重視した配分に見直すことで、財源をしっかりと確保します。草を引き、あぜを守り、水を保つ、毎日汗を流して田畑を耕す農家の皆さんの世代を超えた営みが、中山間地域、ふるさとの豊かな山々を守り、地域が誇る特産品を生み出し、そして我が国の美しい田園風景を作り上げてきました。それぞれの地方にしかないもの、それぞれの特色を生かすことで、全国津々浦々地方創生を力強く進めてまいります。明治時代に建設された重要文化財の一つである旧奈良監獄は、3年後にホテルへと生まれ変わります。我が国には十分活用されていない観光資源が数多く存在します。文化財保護法を改正し、日本が誇る全国各地の文化財の活用を促進します。自然に恵まれた国立公園についても、美しい環境を守りつつ、民間投資を呼び込み、環境資源として生かします。多くの人に接していただき、大切さを理解してもらうことで、しっかりと後世に引き渡してまいります。日本を訪れた外国人観光客は5年連続で過去最高を更新し、2869万人となりました。地方を訪れる観光客は三大都市圏に比べて足元で2倍近いペースで増えています。観光立国は地方創生の起爆剤です。沖縄への観光客は昨年9月まででハワイを上回りました。4年前年間わずか3隻だった宮古島を訪れるクルーズ船は、昨年は40倍以上の
130席となりました。クルーズ船専用ターミナルの2020年供用開始に向けて岸壁の整備を本格化いたします。アジアのハブを目指し、沖縄の振興に引き続き取り組んでまいります。 IR 推進法に基づき、日本型の複合観光施設を整備するための実施法案を提出します。これまでの国会における議論を踏まえ、依存症対策などの課題に対応しながら、世界中から観光客を集める滞在型観光を推進してまいります。羽田成田空港の容量を世界最高水準の100万回にまで拡大する、その大きな目標に向かって飛行経路の見直しに向けた騒音対策を進め、地元の理解を得て2020年までに8万回の発着枠拡大を実現します。観光促進税を活用し、瞬時に顔を認証して入管審査を通過できるゲートを整備するなど、観光先進国にふさわしい快適な旅行環境の整備を行います。2020年の訪日外国人4000万人目標の実現に向けて全力を尽くしてまいります。2年後の東京オリンピック・パラリンピックを目指し、児童喫煙防止対策を徹底します。お年寄りや障害のある方が安心して旅行できるよう、あらゆる交通手段のバリアフリー化を進めます。成人年齢を18歳に引き下げる中で、消費者契約法を改正し、若者などを狙った悪質商法の被害を防ぎます。危機管理に万全を期すとともに、サイバーセキュリティ対策、テロなど組織犯罪への対策など、世界一安全安心な国づくりを推し進みます。災害時に国が主要な道路の復旧を代行する制度を創設し、より早く人命救助や生活支援の輸送を行えるようにします。防災インフラの整備が迅速に進められるよう、所有者が不明な土地を自治体が利用するための手続きを整備します。昨年も全国各地で自然災害が相次ぎました。防災・減災に取り組み、国土強靭化を進めるとともに、熊本地震や九州北部豪雨をはじめとする災害からの復旧・復興を引き続き力強く支援してまいります。東北三県では来年の春までに 99% の災害公営住宅の建設、高台移転の工事の 98% が完了する見込みです。私たちの町が大好きです。先般訪れた岩手の大津高校では、高校生たちが町の将来を真剣な眼差しで語り合っていました。震災の困難を自らの力で乗り越えようとする彼らの思いを胸に刻み、これからも復興に向けた町づくりを力強く後押しします。東北の復興なくして日本の再生なし、その決意のもとに引き続き、なりわいの復興、心の復興に全力で取り組んでまいります。福島では帰還困難区域において復興再生拠点の整備が動き出しました。2022年度を目指し、除染やインフラ整備を進めます。その上で、どんなに長い年月を要するとしても、すべての地域の避難指示解除に向けて復興再生を着実に前に進めてまいります。福島イノベーションコースト構想がいよいよ本格化します。浪江町ではこの夏、世界最大級の水素製造工場の建設を開始します。再生可能エネルギーから水素を生み出す、まさに CO2 排出ゼロの新しいエネルギー供給のモデルです。オリンピック・パラリンピックでは、福島産のクリーンな水素を使って復興五輪を世界に向けて発信してまいります。沖合では世界初の浮体式洋上風力発電の本格稼働が始まりました。洋上風力発電のさらなる導入に向けて、発電のために海域を専用することを可能とする新たな制度を整備します。原発事故で大きな被害を受けた福島において、
未来のエネルギー社会の姿を一夜示し、世界の脱炭素化を牽引してまいります。パリ協定における2050年の目標に向けた戦略策定に取り組みます。日本の強みである環境技術で、世界の経済成長と気候変動対策の両立に貢献します。持続可能な開発目標の実現に向けて、貧困対策や保健衛生、女性のエンパワーメントなど、人間の安全保障に関わるあらゆる課題の解決に、国際社会での強いリーダーシップを発揮していきます。先月、EU との経済連携協定交渉が妥結しました。11カ国による TPP についても、閣僚間で大筋合意に達しました。早期の発効を目指します。引き続き、自由貿易の基地として、自由で公正なルールに基づく21世紀型の経済秩序を世界へと広げてまいります。我が国は長年、あらゆる中東の国々と良好な関係を築き、難民人道支援、経済支援など、この地域の平和と安定に積極的な役割を果たしてきました。今後とも中東和平の実現にできる限りの貢献をいたします。積極的平和主義の旗の下、これからも我が国は国際社会と手を携え、世界の平和と繁栄に力を尽くしてまいります。しかしその平和と繁栄が今脅かされています。北朝鮮の核・ミサイル開発はこれまでにない重大かつ差し迫った脅威であり、我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しいと言っても過言ではありません。北朝鮮に完全、検証可能かつ不可逆的な方法で核・ミサイル計画を放棄させる、そして引き続き最重要課題である拉致問題を解決する、北朝鮮に政策を改正するため、いかなる挑発行動にも屈することなく、毅然とした外交を展開します。3年前、私たちは平和安全法制を成立させました。北朝鮮情勢が緊迫する中、自衛隊は初めて米艦艇と航空機の防護の任務に当たりました。互いに助け合うこともできる同盟は、その絆を強くする。皆さん、日米同盟は間違いなく、かつてないほど強固なものとなりました。北朝鮮による挑発がエスカレートする中にあって、あらゆる事態に備え、強固な日米同盟のもと、具体的行動を取っていく、日米の緊密な連携のもと、高度の警戒態勢を維持し、いかなる事態にあっても、国民の命と平和な暮らしを守り抜いてまいります。安全保障政策において、根幹となるのは、自らが行う努力であります。厳しさを増す安全保障環境の現実を直視し、イージス・アショア・スタンド・オフ・ミサイルを導入するなど、我が国防衛力を強化します。年末に向け、防衛大綱の見直しも進めてまいります。専守防衛は当然の大前提としながら、従来の延長線上ではなく、国民を守るために、真に必要な防衛力のあるべき姿を見定めてまいります。我が国の外交安全保障の基軸は、これまでもこれからも日米同盟です。トランプ大統領とは電話会談を含めて、20回を超える首脳会談を行いました。個人的な信頼関係のもと、世界のさまざまな課題に共に立ち向かってまいります。先月末、沖縄の米軍北部訓練場、4000ヘクタールが戦後70年余りの時を経て、土地所有者の皆様の手元へ戻りました。本土復帰後、最大の返還です。地位協定についても、初めて環境と軍属に関する2つの補足協定を締結しました。これからも日米同盟の抑止力を維持しながら、沖縄の方々の気持ちに寄り添い、基地負担の軽減に全力を尽くします。
米軍機の飛行には安全の確保が大前提であることは言うまでもありません。米国に対し安全面に最大限配慮するとともに、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう引き続き強く求めていきます。学校や住宅に囲まれ、世界で最も危険といわれる普天間飛行場の全面返還を一日も早く成し遂げなければなりません。最高裁判所の判決に従い、名護市辺野古沖への移設工事を進めます。移設は3つの基地機能のうち1つに限定するとともに、飛行経路が海上となることで安全性が格段に向上し、普天間では1万数千戸必要だった住宅防音がゼロとなります。安倍内閣は米国との信頼関係のもと、沖縄の基地負担軽減に一つ一つ結果を出してまいります。総理就任から5年、これまで76カ国地域を訪問し、600回の首脳会談を行い、世界の平和と繁栄に貢献するとともに、積極果敢に国益を追求してまいりました。これからも中期を俯瞰する外交を一層積極的に展開いたします。自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的価値を共有する国々と連携する。米国はもとより、欧州、ASEAN、豪州、インドといった諸国と手を携え、アジア、環太平洋地域からインド洋に及ぶこの地域の平和と繁栄を確固たるものとしてまいります。太平洋からインド洋に至る広大な海、古来この地域の人々は広く自由な海を舞台に豊かさと繁栄を享受してきました。航行の自由、法の支配はその礎であります。この海を将来にわたって全ての人に分け隔てなく平和と繁栄をもたらす公共財としなければなりません。自由で開かれたインド太平洋戦略を推し進みます。この大きな方向性の下で、中国とも協力して増大するアジアのインフラ事情に応えていきます。日本と中国は地域の平和と繁栄に大きな責任を持つ切っても切れない関係にあります。対照的な観点から安定的に友好関係を発展させることで、国際社会の期待に応えてまいります。本年は日中平和友好条約締結40周年という大きな節目にあたります。経済、文化、観光、スポーツ、あらゆるレベルで日中両国民の交流を飛躍的に強化します。早期に日中韓サミットを開催し、李克強首相を日本にお迎えします。そして私が適切な時期に訪中し、習近平国家主席にもできるだけ早期に日本を訪問していただく、ハイレベルな往来を深めることで日中関係を新たな段階へと押し上げてまいります。韓国のムン・ジェイン大統領とはこれまでの両国間の国際約束、相互の信頼の積み重ねの上に、未来志向で新たな時代の協力関係を進化させてまいります。日中関係は最も可能性を秘めた二国間関係です。昨年9月、国後島、択捉島で初めて航空機による元島民の皆様のお墓参りが実現しました。北方四島での共同経済活動8項目の経済協力プランをさらに前進させ、日露の結びつきを深めます。長門合意を一つ一つ着実に進めることで、領土問題を解決し、日露平和条約を締結する、プーチン大統領との深い信頼関係のもとに、北朝鮮問題をはじめ国際社会のさまざまな課題について協力する関係を築き上げていきます。中国、ロシアも含め、前回一応もって先月、北朝鮮に対する国連制裁措置を前例のないレベルにまで高める強力な国連安保理決議が採択されました。地域の平和と繁栄のために近隣諸国との連携を一層強化してまいります。皇室会議を経て、皇
皇室典範特例法の施行日が平成31年4月30日となりました。天皇陛下のご退位と皇太子殿下のご即位が国民の皆様の祝福の中でつつがなく行われるよう全力を尽くしてまいります。50年、80年先の国土を富ます。150年前、天竜川はたびたび氾濫し、村人たちは苦しめられてきました。子孫孫、洪水から村を守るため、頻繁な名前は植林により治水を行いました。600ヘクタールに及ぶ荒れ地に300万本もの木を植える壮大な計画。それでも多くの人たちが名前の呼びかけに賛同し、植林のため、共に山に移り住みます。力ある者は山を耕す、苗木を植える。木登りが得意な者は枝を切り落とす。女性や子供はツタや雑草を取り除く。それぞれが自身の持ち味を生かしました。多くの人たちの力を結集することによって、築き上げられた森林は、100年経った今でも、肥沃な遠州平野の守り神となっています。多くの人の力を結集し、次の時代を切り裂く、あらゆる人にチャンスあふれる日本を、与野党の枠を超えて、皆さん、共に作ろうではありませんか。50年、100年先の未来を見据えた国づくりを行う、国の形、理想の姿を語るのは憲法です。各党が憲法の具体的な案を国会に持ち寄り、憲法審査会において議論を深め、前に進めていくことを期待しています。未来は与えられるものではありません。私たち一人一人の努力で作り上げていくものであります。私たちの子や孫たちのために今こそ新たな国づくりを共に進めていこうではありませんか。ご清聴ありがとうございました。